こちらカナダのウッドバイン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ライトファルコン、これは好スタート。エンドエベレスト、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してエンドエベレスト花に立ちます。その後ろからはジャスミンネーム、この馬も上がっていく構えです。さらにはサマーボール、4番デイエイト、その後ろでは前の方から先手を取ったのはエンドエベレスト、これに続くのがジャスミンネーム、デイエイト、すぐ後ろその外にグリークロンドン、その外からジョンズコール、その外にフライトファルコン、ノーザングライス、そのうちに続いています。その隣にサマーボール、ダブルキネマ、すぐ後ろ黒の帽子、ブリリアントアヘッド、その後ろノーザンスパー、それに続きます。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはジョンズコール、赤の帽子、エンドエベレスト、その後ろすぐ後ろにジャスミンネーム、並んで4番デイエイト、内からはノーザングライス、その隣にグリークロンドン、すぐ後ろにサマーボール、さらにはブリリアントアヘッド、その隣にダブルキネマ、マーベラスサンデー、後ろから白の帽子、ノーザンスパー、その後ろ最後方にデアリングトリック、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ11番ジョンズコール、ジャスミンネーム、ほとんど差がありません。フライトファルコン3番手、さあマーベラスサンデー前を捉えるか、後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ジョンズコール先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はマーベラスサンデー、あと 200m、 マーベラスサンデー伸びてきた、マーベラスサンデー先頭、2番手はノーザンスパー、マーベラスサンデー1着、マーベラスサンデー完勝、マーベラスサンデー1着、2着はノーザンスパー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。マーベラスサンデー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらカナダのウッドバイン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ソルフレンド、好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくソルフレンド行きました。続いて前へ行くのはダホス、さらにはファイティングミサイル、2番ホットキャスター、その後ろ、それでは先頭からソルフレンド先手を取りました。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。それでは先頭から先手を取ったのはソルフレンド、ホットキャスター、すぐ後ろその隣にダホス、並んで5番ストリートコンダクト、オレンジの帽子、カワッチシェル、いい位置につけました。その隣にファイティングミサイル、その横にオンテンダー、シジレムさん、この馬もこのグループ、すぐ隣にキャロットセレナード、その横にグリーンマーチン、内からはヘッジホーク、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はウェディングダッシュ、まだ粘っています。2番手はフローエイコーン、ソルフレンド、3番手大外からオレンジの帽子、カワッチシェル、伸びてきた。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立ったカワッチシェル、カワッチシェル先頭、残り 200m、 カワッチシェル先頭だ、リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はダビーブ、やはり強い、カワチシェル先頭は、カワチシェル1着でゴールイン、カワチシェル1着、2着にはどうやらダビーブ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。カワチシェル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらアイルランドのレパーズタウン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはローズダスト、クリスマスシンフォニー。この馬も好スタートを切りました。ミルスパーク前に行きそうです。ハライール、それに続いています。さらにはローズダスト、7番クリスマスシンフォニー、その後ろサラトガメモリー、後ろからになりそうです。先頭に戻りましょう。ミルスパーク先手を取りました。その外にハライール、ローズダスト、そのうちに続いています。青の帽子クリスマスシンフォニー、その後ろシャープチュケット、そのうちに続いています。リバーガール、いい位置です。マウントウィング、そのうちに続いています。その隣にグロリーオアシス、その外からキャニオンイレブン、内からはハワイアンウィッシュ、その隣にムードグレイン、すぐ後ろにイングランドカラーズ。この辺りで先頭が変わりました。クリスマスシンフォニーまだ粘っています。ハライール、ほとんど差がありません。ノースウォード3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。クリスマスシンフォニー先頭、ノースウォード先頭、2番手はクリスマスシンフォニー、残り 200m、 ノースウォード先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ノースウォード粘る。ムードグレイン食らいつく。ノースウォード、ノースウォード1着、2着にはどうやらリバーガール、勝ったのはノースウォード、見事な勝利です。こちらアイルランドのレパーズタウン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。スピンアクション好スタート、綺麗なスタートを切りました。ホーリング前に行きそうです。スピンアクション、それに続いています。さらにはバブルガムフェロー、3番オスカーシンドラー、その後ろでは前の方から見てみましょう。ホーリング先手を取りました。その外にロックデイ、その隣にブラウンサミット、その横にオスカーシンドラー、キャプテンアマゾン、この馬もこのグループ、すぐ隣にソングオブフレグランス、スピンアクション、そのうちに続いています。その外にキーオブラック、その外からスピンピアリス、では前の方から見てみましょう。ソングオブフレグランス先手を取りました。並んで8番ロックデイ、ホーリング、この馬もこのグループ、その外にキャプテンアマゾン、並んで5番ブラウンサミット。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。もう一度先頭から見ていきましょう。ホーリング先手を取りました。すぐ隣にロックデイ、その横にソングオブフレグランス、スピンアクション、すぐ後ろにキャプテンアマゾン、並んで5番ブラウンサミット。この辺りで先頭が変わりました。キーオブラック、ホーリング、ほとんど差がありません。ソングオブフレグランス、3番手バブルガムフェロー、いい位置です。先頭を捉えにかかります。ここで先頭はホーリング、ホーリング先頭、2番手はソングオブフレグランス、追いすがります。残り 200m、 ホーリング先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。バブルガムフェロー抜けた。ホーリング追いすがります。バブルガムフェロー、バブルガムフェロー1着、2着にはどうやらホーリング、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。バブルガムフェロー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらイギリスのドンカスター競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ先手を奪うのはどの馬か。リードアスペン前に行きそうです。ダンスインザダーク、それに続いています。さらにはアルトリガー、6番ハワイアンライツ、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。フローラルシータ先手を取りました。その外にアリゾナアスペン、黄色の帽子、アルトリガー、その後ろ。すぐ隣にアルジーニアス、その横にハワイアンライツ、リードアスペン、この馬もこのグループ。すぐ隣にアイアンバック、ダンスインザダーク、この位置です。青の帽子、ハイランドギフト、その後ろ。すぐ隣にノーブルビリーブ、その横にワインヴィンテージ、すぐ後ろにニュールナパーク、しんがりからシーファクト、ここからドンカスター名物、長い長いカーブに差し掛かります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭からバラードプレイ、先手を取りました。ノーザンホール、それに続いています。すぐ後ろにフローラルシータ、並んで12番アイアンバック、アリゾナアスペン、この馬もこのグループ。ハイランドギフト、すぐ後ろ。その後ろにリードアスペン、さらにはアルトリガー、その隣にハワイアンライツ、ダンスインザダーク、この位置です。すぐ後ろにワインヴィンテージ、さらにはノーブルビリーブ、その外にシーファクト、しんがりからクイックスパーク。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。13番バラードプレイ、依然として先頭。すぐ後ろにノーザンホール、これに続くのがアリゾナアスペン、青の帽子、フローラルシータ、その後ろ。すぐ隣にハイランドギフト、ダンスインザダーク、いい位置です。赤の帽子、ファインヴィンテージ、その後ろ。すぐ隣にアルトリガー、ファルジーニアス、そのうちに続いています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。では前の方からノーザンホール、先手を取りました。これに続いてアリゾナアスペン、ダンスインザダーク、後位をキープ。この辺りで先頭が変わりました。バラードプレイ、ノーザンホール、ほとんど差がありません。3番手にダンスインザダーク、絶好の手応え。ダンスインザダーク、いい位置です。先頭を捉えにかかります。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭に立った、ダンスインザダーク、あと 200m、 後続を引き離す、ダンスインザダーク、足色は衰えません。2番手はノーブルビリーブ、ダンスインザダーク、この馬で決まりか。ダンスインザダーク1着、ダンスインザダーク完勝。ダンスインザダーク1着、2着はノーブルビリーブ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ダンスインザダーク、まさしく日本が世界に誇れる馬です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭は競泳マーチ、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。2番手はテームリバー、これは強い。2番手はテームリバー、競泳マーチ、この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。競泳マーチ1着、2着はテームリバー、これは桁外れの強さだ。競泳マーチ。
4コーナーカーブから直線コースに向きました。さあ先頭に立ったのは藤野真剣王、後続馬も足を伸ばしてきました。残り 100m、 藤野真剣王先頭、一気にキングオブダイヤ藤野真剣王、藤野真剣王1着、2着は微妙です。1番人気に応えました藤野真剣王、見事です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭はヤマニンパラダイス、あと 200m、 先頭はヤマニンパラダイス、先頭はヤマニンパラダイス、大伝リーダー迫る、内から一気にボディーガード、ヤマニンパラダイス、ヤマニンパラダイス、1着、2着は微妙です。見事に勝ちましたヤマニンパラダイス。